こんにちは。有機反応科学研究室の柴富です。我々の研究室では、新しい有機合成反応の開発を研究しています。我々の身の回りには、たくさんの有機化合物があります。例えば、ペットボトル、お酢、調味料、香料、医薬品など、これらはすべて有機化合物でできています。これらの化合物が機能を発現するには、その構造を精密に制御する必要があります。例えばこれはお酢の主成分の酢酸の構造です。酢酸の水素原子の一つがフッ素原子に変わると非常に毒性の強い化合物になってしまいます。これは非常に極端な例ですけども、往々にして有機化合物の構造と機能には密接な関係があります。またこちらの化合物はアスパルテームという砂糖の200倍の甘さを持つ甘味料です。しかしながらこの化合物を鏡に映した像、こちらの化合物は甘さを全く感じません。このように原子のつながる順番が全く一緒でも、鏡写しの化合物ではその機能が全く違ってきます。このような化合物を正確に合成する技術を研究しています。我々は精密な有機合成を実現するための新しい触媒の開発を研究しています。これは最近我々が開発した触媒の構造です。この触媒を用いることで、ある種のカルボン酸を塩素原子に非常に効率的に変換することができます。この反応を従来の触媒で行いますと、このように鏡写しの化合物がどちらも生成してしまいます。一方で、今回我々が開発した触媒をこの反応に用いますと、鏡写しの化合物のうち目的の化合物だけを選択的に合成することができます。我々はこれらの研究成果をいろいろな形で世の中に発表していきます。例えば、国際学術論文として世界中に研究成果を発表します。また、我々の開発した触媒は化学メーカーから市販されており、さまざまな分野で利用されています。また、学生さんは国内、国外の学会で発表し、世界各国の研究者と議論をしてもらっています。私は現在博士後期課程1年で研究をしています。当研究室は有機化学を用いた新しい反応の開発や創薬の研究などを行っています。早いうちから海外の研究者とコミュニケーションを取る機会があったり、国際学会での発表機会があるため、将来世界で活躍する研究者になるために必要な経験を積むことができています。我々の研究室では様々な分野に役に立つ有機化合物を自在に合成する技術を学ぶことができます。有機化学に興味のある学生さんは、ぜひ研究室にお越しください。